秋のドライブシーズン真っ盛り。美味しくてお得なグルメを求めて向かった先は、綺麗、最高ですね。秋深まる洞爺湖の周辺にある道の駅。これ美味しさはヘビー級ですね。これだけ豪華だとおいくらなんですか？こちらはちょっとお高いんですけど、490円で。ワンコイン以下ですか？今が旬のフルーツや野菜もいっぱい。今日の旅込みは道の駅絶品500円以下グルメドライブ。最高のドライブ日和、安藤さんついてますね。そして、うわー、高台から眺める洞爺湖、綺麗。秋らしい柔らかい日差しも気持ちいい。洞爺湖の青い景色を楽しんだ2人は、湖の南側周辺にある豊浦、秋田、伊達、宗別4カ所の道の駅を巡ります。500円玉を手に絶品グルメを求めてまず向かったのは、500円以下で美味しいものがたくさん待ってますよ。行ってきます。やってきたのは道の駅宗別情報館愛。わー、にぎわってますね。新米にお野菜にたくさん並んでますよ。そしてすっごく甘くていい香りがするんですよね。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。もういろいろ美味しそうなものがね、はい、たくさん並んでますよね。この道の駅中に香っているこのいい香りは何ですか？フルーツでリンゴなんです。リンゴの、はい、宗別といえばですよね。そうですわー、ツヤツヤで、そして大きくて立派なリンゴですね。はい、ですよね。リンゴの旬って今時期ですか？はい、旬はまず津軽リンゴからスタートしていって、十何種類一気にドワッと出てくるというような形になります。フルーツの町宗別町で最も有名なのがリンゴ。道内でも有数の生産量を誇ります。ちょうどこの時期は先ほどの津軽のほか、富士やトキなど色や味わいも豊かな10種類以上が店頭に並びます。目移りしちゃいますね。はい、あともう一種類宗別らの高級リンゴなんですけど、このカホっていうリンゴ、このぐらいの大きさで1個売りなんですけど、パリッとしてて、甘くちょっと酸味もあるんですけど、とてもシャキシャキしてて、はい。もうお名前からしてこう花の宝。本当ですね。でカホ、はい、わー、味わってみたいです。いや、本当ですよね。食べ応えもいっぱいだと思います。もうすでにいろいろな品種揃ってますけれど、これからこの直売所では十何種類集まってきます。最後は4月の後半ぐらいまで富士リンゴが揃っているというような形になります。リンゴの町ならではの絶品500円以下グルメをいただきましょう。まずはこちら、宗別町のリンゴをたっぷり使ったパウンドケーキ。いただきます。口の中で溶けていって、リンゴの優しい甘さが広がります。リンゴのコンポートがたっぷり入っているので、よりリンゴの濃厚な味わいがふわーって広がります。そしてこちらは宗別リンゴどら焼き。あんことリンゴ、相性バッチリに決まってます。続いては野菜を使ったおすすめスイーツを。ありがとうございます。わー、すごいボリュームいっぱい。
下にはソフトクリーム、その上に帽子のようにかぼちゃのアイスがドーンって乗ってますよ。わあ、綺麗なかぼちゃ色ですよ。濃厚、すっごくかぼちゃの味わいが濃厚ですね。口当たりもかぼちゃのホクホク感を感じる。そうですか。うん、感じます。いや、びっくりするぐらい濃いです。うちの社長が作ったかぼちゃ、栗将軍ネオという品種のかぼちゃを使ったアイスになります。社長さんが作られた栗将軍ネオ、ね、社長なのか将軍なのかね、分かんなくなっちゃいますね。栗将軍ネオはどういうかぼちゃなんですか？こちらはですね、甘いのは当然なんですけども、日持ちもする。でなかなか作ってる人少ないので、珍しいかぼちゃなんですね。そうですね、はい。壮瓶といえばリンゴももちろんですし、はい、他にも美味しいお野菜たくさんね育てられてるから、はい、もう道の駅のね皆さんの思いが詰まったグルメで、食べててすごく幸せな気持ちになります。壮瓶で季節の野菜や果物をぜひ。続いては洞爺湖から車で10分ほどの町にやってきました。こちらでは500円以下で港町のグルメをいただけるそうですよ。やってきたのは洞爺湖町のお隣、噴火湾に面した豊浦町にある道の駅豊浦。海沿いのドライブを楽しむ観光客に人気の場所です。野菜や果物、豚肉の名産地として有名ですが、漁業も盛んな豊浦の絶品500円以下グルメは、こちらが豊浦さんの名物でホタテを使ったホタテフライ系になります。ホタテフライ級。ホタテフライ級ってどういう意味ですか？はい、こちら内藤大輔選手が地元なんですけども、それをちなんだホタテフライ級でございます。なるほど、内藤大輔選手のフライ級ですっていう意味ですね。はい、そうです。なるほど、それにしてもすごいボリュームですね。はい、ずっしりしてます、はい、こうどうなってるんですか？ホタテなんですけど、こちらあんこついてる形になりますね。なるほど、これ3つつながってるんですね。はい、うんうん、よかった。美味しいですね。すごい。中のホタテが柔らかくて甘みも感じますね。そうですね。こちらの噴火湾で採れたホタテを使用しておりまして、とても新鮮になってます。こうボリュームありますよね。はい、肉厚で、はい、甘くて美味しいです。これは美味しさはヘビー級ですね。はい、ヘビー級になります。美味しいです。味はプレーンのほか2種類のソースを選べます。名産のホタテは冷凍で販売されているほか、お弁当や加工品としても並びます。こちらはホタテを使った缶詰のシリーズで、水煮や味付けなど数種類ある中、人気はカレー。噴火湾産のベビーホタテがゴロゴロと入っていて、旨味が染み渡る一品です。他にも地元のおばあちゃんが作ったお餅やお惣菜、そしてもちろん旬の農産物も。お野菜もたくさん並んでいますね。豊浦町といえばホタテ以外にもイチゴも有名なんですね。つづら茜という品種です。甘いいい香りがしますね。美味しそう。11月過ぎまで生産販売されるそう。温暖な町ならではですね。豊浦のいちごを使ったスイーツメニューもあり、中でもいちごソフトが大人気。名産のいちごを使った道の駅オリジナルの手作りジャムをたっぷりとソフトクリームに練り込んでいます。こちらもいただきましょう。うーん、おいしい。あ、おいしい。爽やかですね。うーん、道の駅絶品500円以下グルメドライブ。いやー、開拓の歴史を感じる建物ですね。はるかさんがやってきたのは洞爺湖の南側、伊達市にある道の駅伊達歴史の森。
伊達家による開拓の歴史をイメージした建物が印象的な複合施設で、買い物やグルメはこちらの観光物産館で楽しめます。すごい広いですね。はい、そうなんです。お野菜たくさん、はい、もう見るからにあるのが分かりますけれども、はい、まずこちらがお花も結構盛んで、結構長持ちするので皆さん買いに来てくれますね。すごい彩りもいいですね。はい、で伊達は温暖な気候なので野菜の種類が豊富なんですね。なのでいろんなお野菜取れるんですけど、すごいこんなに大きくて150円税込みで、はい、農家さんが直接届けてくれてるのでとても長持ちします。いっぱいありますね。今ですと栗とか、あ、栗も、はい、さつまいもとか。さつまいも北海道で珍しくないですか？そうですね、なかなか寒い地方ではできない野菜なので、だってもうここ 2,3 年力を入れて作ってる農家さんが多くなってきました。あと生落花生なんです。とても珍しいですよ ね、 珍しいですね。はい、塩茹でして食べたらすっごく美味しいです。いいですね。そろそろ終わりの時期なのでお急ぎを。そして温暖な町ならではの農産物を生かした絶品500円以下グルメがこちら、森の贈り物いちごミルクプリン。伊達さんのいちご鈴あかねをミルクと合わせてしっとりとした食感に仕上げています。そしてさらにイートインコーナーにも。こちらですか？はい、ハンサム食堂です。ハンサム食堂、地元で超有名なおやつがあるそうで、そのポイントはこの顔。一体どんなおやつなんでしょうね。いきます。かわいい。こちらがハンサム焼き。そうですね、やっぱり伊達だけに伊達男ということで、ハンサム。なるほど、そういうことですね。かわいいおやきですね。中身は粒あん、クリーム、季節限定あんの3種。しっとりとした食感に焼き上げます。ちなみにこのハンサム顔は社長の顔を奥様がイメージしたんだとか。おいしい。おいしいですね。なんだか安心するような、ほっとしますね。中のあんこがすごいふわっとしてて美味しいですね。クリームも、あ、はい、トロトロですね。トロトロです。うん、いいですね、おいしい。はい、やっぱりこのキャラクターって結構もう地元の方には知れ渡ってるんですか？はい、浸透してますね。そしてさらにこのハンサム焼きを生かした冷たいスイーツも。こちらはハンサム食堂で人気の冷やしハンサムという商品になります。で今ですと期間限定で旅込み見たよっておっしゃってくれたお客様には500円のワンコインで提供しております。それはお手頃、嬉しいです。ハンサム焼きをちぎって、そしてこのソフトクリームをつけて、うん、うん、美味しい。温かいハンサム焼きと冷たいソフトクリームが絶妙に合いますね。あの伊達の牧場で育った牛の牛乳を使ってるソフトクリームになるんです。そうなんですね、はい、ちょっとソフトクリームだけ食べてもいいですか？うん、美味しい。美味しい。これを食べ込み見たようで500円でいただける、はい、500円で。美味しい。大満足のはるかさんでした。一方安藤さんが次に目指したのは、わー絶景だ。綺麗な海を眺めていたら美味しい海の幸が食べたくなりますよね。できればワンコインで。やってきたのは噴火湾に面した洞爺湖町にある道の駅アプタ。ログハウス風の可愛らしい店内ですね。いろんな商品並んでますよ。お野菜コーナーもすっごく充実してます。たっぷり入ったルッコラはおしゃれ。
ルッコラも150円ですよ。安いな。洞爺湖町産の赤しそ。よく加工品はね見ること多いんですけれど、赤しその本物ってそんなに見ないかもしれない。これだけたっぷり入って180円。梅漬けなどに使われる赤しそが名産で、ドリンクなども販売されています。野菜の種類が豊富なのも温暖なこのエリアの特徴ですね。でもやっぱりこの町といえばじゃーん、ホタテですよね。立派。噴火湾といえばやっぱりホタテ。せっかくなのでホタテを使ってグルメをできれば、はい、ワンコインでいただきたいんですけれども、はい、何か、はい、ありますでしょうか。食堂にはホタテを使ったメニューがいろいろありますが、今回はテイクアウトメニューの中から絶品500円以下グルメを。あ、重たい、ずっしり重たい。そしてめくると、あ、香ばしいいい香りがするんですが、わー、ホタテだ。ホットサンドの形がホタテの形になってるんですね。ホタテを縦半分に割るなんて初めて。すごい、具が詰まってますよ。いただきます。あ、おいしい。もうホタテの旨味たっぷりですね。ありがとうございます。ホタテの玉とか耳とかをもう全部刻んだものとなっております。もう全部余すことなく、ね、丸ごと入っております。丸ごといただけるんですね。もういろんな美味しさが凝縮されています、この貝の中に。そして他にもホタテを使ったメニューをご紹介。ベビーホタテと野菜をさっくり揚げたかき揚げがボリューム満点の秋冬限定メニュー、ホタテのかき揚げうどん、いかがでしょう。そう、身がふっくら柔らかくて、もうほぐれて旨味が広がります。おいしい。ホタテのチャーハンも気になる。冷凍食品もいろいろあります。洞爺湖を離れ、道の駅巡りの締めはどうしてもあれを食べたいと道の駅望洋中山にやってきました。どうしても食べたいあれといえば、そう、名物の揚げ芋。カリサクふわ、年間30万本売れるという絶品グルメです。で、おすすめの500円以下グルメは、では開けてみますね。オープン。お、わあ、すごい、トロトロですね。もうまだ食べる前から分かります。すごい伸びる。その名もトロトロ白玉&ドーナツ。十勝産の小豆に濃いめのごまペーストを合わせたあんで白玉をくるみ、衣をつけ、外はカリッと中はトロトロ、試行錯誤を経て絶妙な加減で揚げたドーナツです。うん、おいしい。わ、生地がサクサクふわふわ、白玉がとろっととろけていくような食感ですね。あんこ結構たっぷり入ってるんですけど、優しい甘さです。これ2つペロリと食べられますね。そして他にも今話題の揚げ物が、期間限定なんと連日完売になるというプレミアムなグルメがこちら。ハロウィン時期限定のプレミアム揚げ芋です。何がプレミアムかと言いますと、オープン、じゃーん、ハロウィン時期限定の3色タイプ。もちもちのパンケーキ食感の衣が鮮やかなオレンジ色に、紫色のシャドークイーンにはメープルシロップをかけるんです。うん、ほろほろ食感ですね。お芋のコクとメープルの甘さがすごい合う。
そしてデストロイヤーにはケチャップがおすすめ。お芋の甘さとケチャップの酸味いいですね。合います。スイーツよりかお食事系な感じですね。シャドークイーンの方はほろほろとした食感を楽しめて、デストロイヤーはねっとりした食感ですね。味とか食感とかそれぞれ楽しめるのでいいですね。そしてお買い物コーナーも充実。去年夏にリニューアルし、全道各地からの道産食材を生かした商品がずらり。こちらもぜひ。厳選お宿案内所ご紹介お願いします。白金温泉郷にある森の旅亭美瑛では、夕食の特別メニュー道産牛のしゃぶしゃぶが登場。北海道産の牛肉を贅沢にしゃぶしゃぶで楽しめる追加メニューです。さらに道産全プランの夕食では美瑛産のそばも堪能できます。秋の味覚を楽しめる美食の宿、ぜひこの秋にご宿泊ください。北海道じゃらん11月号発売中。お近くの書店コンビニでお求めください。